Okay, so I've actually took the time to figure out a little bit more on how to make your character stronger and all that. I kind of feel stupid for not even trying, but basically I just went to skills. You know, I found like how to, well, not passive, but I found out how to do add stuff like this to myself. You know, adding, wait, magic. Let's see what else. So yeah, I now know how to figure this out, and I just started playing with things. Looks like though I can't revive anyone, which sucks, but yeah. I figured out some things and I'm actually pretty happy. So I did it with a couple other characters as well, and now they're a little stronger. ああ、俺にも届いた。NPCとはいえ、女神からメッセージをもらうなんて。助けてもらったお礼をしたいので、フェンサリル宮殿に来てください。だって、行こう、お兄ちゃん。お待ちしておりました。I thought I was gonna have to like unlock the world first. あ、エイルさん。我が主、フリックの宮殿にお越しいただき、ありがとうございます。 ありがとうございます。すごく豪華な宮殿だな。なんか目がチカチカするよ。本当？こんな建物がスバルト・アールブヘイムにあったんだね。は、食事も美味しそうだよ。この料理はお二人のために作ったのです。存分にお召し上がりください。わーい、何食べようかな。全部美味しそうなんだよね。 That looks like a giant egg. おいしかった。もう食べられないや。ここぞとばかりに食べたもんな。お二人とも楽しんでいらっしゃいますか？はい、今日はありがとうございます。お二人へのご恩を考えればこれでも足りないくらいですが、 喜んでいただけたなら幸いです。やっぱり来てよかったな。エイルさんもいい人だし。前はあんなに渋ってたのにな。あれはお兄ちゃん一人を連れて行こうとしたからで、そろそろ踊り子たちの舞が始まります。お二人も一緒にいかがですか？Ooh, dancers。踊り？お兄ちゃんダンス苦手だもんね。 でも、せっかくだから一緒に踊ろうよ。どうしよう。実はあなたにお礼ってお願いがございます。ん？何ですか？フリック様が一目あなたにお会いしたいと申しております。フリック様は今日の日を心待ちにしておられました。ぜひこの機会にフリック様にお会いし、 そして、1曲踊って差し上げてください。お兄ちゃん、ちょっとこっち来て。The way they did that's pretty funny. いきなり俺の手を引いてどこに行くんだ。やっと止まったか。ここでいいか。いきなり宮殿を飛び出してどうしたんだ？ お兄ちゃんが誰かと踊るのが嫌だったんだな。え？ねえお兄ちゃん、さっきの続きしよう。続き？ダンスだよダンス。ええ。ねえ、ちょっとだけでいいから、こんな素敵な夜空の下で踊るなんてもう一生ないかもしれないよ。わかった、付き合うよ。 やった！ありがとう。って言っても空中で踊るのか？地上より難易度が高いような気がするんだが。大丈夫。お兄ちゃん随意飛行だってすぐできるようになったんだからさ。まあそうだけど、飛行とダンスは違うんじゃないか。
それじゃあ空中で踊るコツを教えてあげようか。コツがあるんなら知りたいな。ズバリ楽しむことだよ。ちょっとお兄ちゃん、なんで呆れたような顔するの？全然参考にならないなと思って。もっと具体的な技法があるのかと。ホバリングしながら横移動するの。なんだ、ちゃんとあるじゃないか。こうか。わが、なあ、こっちに突っ込んでこないでよ。ごめん、思いのほか制御が効かなくて。難しく考えるからだよ。私が補助してあげる。行くよ。大丈夫だよ。バランス崩しても私が受け止めてあげるから。That's cute. ゆっくり横に。おお、こんな感じか。あ、そうそう。なんだ、お兄ちゃん上手いじゃない。ああ、飛行の練習だと思うとうまくいくような気がするな。少しずつだけど、コツもつかめてきたぞ。意外と楽しいもんだな。予想してたのとは違うけど、楽しいならいっか。あ、流れ星。Sorry, I'm also talking to my fiance. This is a really pretty picture. Sugu, what did you ask for? I don't know. What did you ask for? Sugu is always going to be happy with you. What is that? Since.こうしてまた一緒に VR 世界を旅するようになったんだ。これからもずっとこうして隣で笑っててほしいなって思ってさ。I have a feeling Leafos was also a little cheesy. そんなの当たり前だよ。私がお兄ちゃんを嫌いになるはずないじゃない。すぐ。だからお兄ちゃんの願い事は叶ったも同然なんだからね。そっか。さて、俺の願い事は教えたんだ。今度こそすぐのを教えてもらうからな。あ、見て見てお兄ちゃん、東の方が明るくなってきたよ。もうすぐ夜明けだね。あ、おい、すぐはぐらかしたな。早くしないと置いてっちゃうよ。私の願い事、そんなの決まってるよ。大好きなお兄ちゃんとずーっと一緒にいられますように。I like that. That was a good ending. A deeper bond, Leafa. That's the end of. Oh, that's the end of her story. Because I know, like, each character has, like, their own little story. Huh. I thought it'd be.I like that. I actually did like that. That was cute. Now let's continue on with the main story.